はい、1312回始めます。7月3日です。もう朝方なんでね、明るくなったんでね、ちょっとすっ飛ばしてニュースなんでささっといきます。テレ朝系のニュースですね。テレ朝ニュース、千葉切断遺体遺棄事件、これあったみたいですね。死因は窒息死ということで、45歳の女がお母さん殺したみたいですね。45歳の女、職業千葉県市川市で母親の遺体を切断して遺棄したとして45歳の女が逮捕されましたと、ね、遺体は全身が揃っておらず死因は窒息死だったことが分かりましたと。逮捕されたのは職業不詳、これ何て読むんだろう、新しいっていう感じね、新田香織容疑者、香織ってひらがなね、新田香織容疑者、新しいって書いて、45歳ね、遺体を損傷して市川市の自宅マンションに遺棄した疑いが持たれていると。警察が司法解剖した結果、遺体は母親、新田容疑者の母親ひろこさん75歳で、死因は窒息死だったと。で、母親の首を絞めて殺したと、霊媒師になるために殺す必要があったと話しているということですね。ちょっとおかしな人ですね。霊媒師になるために母親を殺した、霊媒師になるために殺す必要があったのかちょっと分かんないですけど、また切断された遺体は全身が揃っておらず一部を食べたと供述していることが分かりました。出た、遺体を食べてしまった一部をね、この新田香織45歳、いやー久々に出ましたね、遺体食べね、まあこれ世界各地でいるんですけど、こういう人ね、恐ろしいですね。ちょっとね、言っちゃったよね、自分の母親の遺体を食べますかっていう話ですよ。45歳千葉県市川市ね、というそれだけです。まあまあまあ何も言うことないねこれね、まあね、何があったのか、まあまあまあやめましょうよ、刺すとか殺すとかやめましょうよいうことかっていう話なんですけどね、ね、ましてや食べるなっていうね、これ笑っちゃうしかない、笑うなっていう話なんだけど、本当にねホラー映画を超えてくるからね、現実はね最近、恐ろしいわね。はい、1312回、あっという間に終わりました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。